しむにか。ワウコリアニュースいみだ。ワウコリアニュースの時間です。まずはじめのニュースです。B2B メンバーイルフンさんが常習麻薬容疑で警察に摘発された事実が引き一足遅く明るみになり、衝撃を与えています。さらにイルフンさんは調査中に社会奉仕要員として入隊し、逃避という議論も避けられなくなりました。所属事務所キューブエンターテインメント側は重い責任を感じると公式謝罪をしました。警察は今年初め麻薬捜査過程でイルフンさんの大麻吸引容疑の情報を入手しました。警察は共犯者の供述と口座追跡などをもとにイルフンさんが 4,5 年前から昨年まで知人と一緒に何度も大麻を吸っていたことを把握しました。イルフンさんの毛髪からも麻薬成分が検出されたことが分かっています。イルフンさんは捜査網を避けるために薬物の購入を仮想通貨で行ったことが明らかになりました。メディアはイルフンさんが捜査網を避けるための薬の購入方法にも注目している。イルフンさんが第三の口座を通じて現金を入金すると知人がこのお金を仮想通貨に変えて大麻を購入していたことが分かったと伝えました。警察は7月、イルフンさんと共犯を麻薬管理違反に関する法律違反などの疑いで検察に引き渡しました。イルフンさんは5月28日、社会奉仕要員として入隊し、代替服役中です。これに対しメディアは、入隊時期についても疑問が提起されている。麻薬容疑で警察の調査を受けた時点と噛み合っている。特に警察がイルフンを裁判に渡すという糸口を避け、事件を検察に渡す直前に入隊をした。事件が知られることを防ぎ、刑事処罰を先送りにするための逃避入隊ではないかという指摘だと報道しました。キューブエンターテインメント側はメディア側に、麻薬摘発の事実を全く知らなかった。入隊時期も当初3月に予定されていたが、新型コロナウイルスで2ヶ月延長しただけで、麻薬摘発とは関係はないとの立場を明らかにしました。イルフンさんの常習麻薬容疑は大きな波紋につながりました。キューブエンターテインメントはこの日の報道後、報道資料を通じて、今日の報道と関連してイルフン本人に確認した結果、イルフンは報道されたように大麻を吸った疑いで、捜査機関に召喚され調査されていることが確認できました。多くの方々にご迷惑をおかけしたことについて重い責任を感じ、今後行われる調査にも誠実に挑み、最後まで任務を尽くす。もう一度多くの方々にご心配をおかけして申し訳ないと公式立場を明らかにしました。続いてのニュースです。アメリカの有名雑誌ティーンボーグは12月号の記事で2020年 K-POP 最高の瞬間を選定し、オノさんのデビューアルバムのタイトルオープンマインドをその一つに挙げました。ティーンボーグはオープンマインドのミュージックビデオのカットとシークエンスされた映像がファンによって TikTok 用に編集され注目を集めました。14秒の映像はオノさんの動きと音楽でリズムに乗る腹筋を表現し話題を集め、現在も150万を超えるいいねの数を誇り、数百人の TikTok デュエット映像がアップされたと選定理由を明らかにしました。9月4日に初のミニアルバム「ラブシノニム1 Light for Me」でデビューしたオノさんは、発売と同時に iTunes ワールドワイドアルバムチャート1位、海外30地域の iTunes K-POP チャートトップ3に躍り出て話題を集めました。続いてのニュースです。YG の新人ボーイズグループトレジャーのハルトさんとパクチョンウさんが温かいビジュアルを見せました。ハルトさんとパクチョンウさんは20日、トレジャー公式 Twitter を通じて、皆さん、スタックイットアップカバー映像視聴が1000万回を超えました。本当にありがとうございます。いつもありがたく愛してるよトレジャーメーカーという文を掲載しました。これとともに公開された写真では、ハルトさんとパクチョンウさんが優しくカメラを見つめています。特に2人の鮮やかな目鼻立ちと明るい笑顔が視線を引きつけています。トレジャーはデビュー4ヶ月で2020アジアアーティストアワード新人賞に続き、2020エムネットアジアミュージックアワード新人賞と本賞の2冠に上がる栄誉に輝きました。皆様、今日も素敵な一日をお過ごしください。以上、ワウコリアニュース、ナイスナナさんでございました。ワウコリアニュースよすみだ。
またお会いします。